こんにちは、デリッシュキッチンです。ちくわつくねのネギ塩だれを作ります。ネギ1/2本は縦半分に切ります。薄切りにしましょう。器にネギを入れ、塩小さじ1/3、胡椒少々、ごま油大さじ1を加え、よく混ぜ合わせます。ちくわを4本用意し、縦半分に切り、長さを半分に切ります。片栗粉を適量、内側に薄く振りましょう。袋に鶏ももひき肉 150g、 おろし生姜小さじ1/2、酒大さじ1、塩小さじ1/4、片栗粉大さじ1を加え、ビニール袋の上からよく揉みます。袋の端を少し切りましょう。ちくわに絞り出します。計16個作りましょう。片栗粉を適量薄く振っておきます。フライパンにサラダ油大さじ1を熱して、ちくわを肉の面を下にして入れ、蓋をします。弱火で 4、5 分焼きましょう。裏返して中火で 1、2 分焼きます。器に盛り、ネギ塩だれを添えて完成です。こんにちは、デリッシュキッチンです。ちくわときゅうりの明太和えを作ります。きゅうり1本はヘタを切り落とし、麺棒などで叩きます。食べやすい大きさに切りましょう。ちくわ3本は斜め薄切りにします。明太マヨです。明太子1本は真ん中に切り込みを入れ、中身を取り出します。ボウルに入れ、マヨネーズ大さじ2、めんつゆ3倍濃縮小さじ1、白いりごま小さじ1を加え、よく混ぜ合わせます。きゅうりを加え、ちくわを加え、よく混ぜましょう。器に盛り付けて完成です。こんにちは、デリッシュキッチンです。ちくわの肉詰めフライを作ります。ちくわ4本を用意し、縦に切り込みを入れましょう。ネギ 1/3 本はみじん切りにします。ビニール袋に豚ひき肉 100g とネギを加え、おろし生姜小さじ1/2、片栗粉小さじ1、酒大さじ1、塩小さじ1/3、胡椒少々を加えます。袋の上から粘りが出るまで揉み込みましょう。袋の角を少し切り落とします。これをちくわに絞り出しましょう。続いて長さを3等分に切ります。残りも同様に作りましょう。ボウルに薄力粉大さじ2、マヨネーズ大さじ1、水大さじ2を加えて混ぜ合わせます。ちくわにつけ、さらにパン粉 1/2 カップを全体にまぶしましょう。残りも同様に作ります。フライパンにサラダ油を底から2センチほど入れ、180度に熱してちくわを入れます。5分転がしながら揚げ焼きにし、肉に火が通ったら完成です。以上、デリッシュキッチンでした。